9月の田植えに続いて10月も雨が多い天気が続いていますね。8月の干ばつの後、土もバナナたちも水をごくごく飲んだと思うんですが、もうそろそろ結構と言っても、天の木は雨を降らせて、土もバナナ苗たちも水分の取りすぎになっているんじゃないかなと思うんですよね。さて、今日はマイソール苗を一本掘る予定がありますので、ここに3本立ちのマイソール苗があるんですが、花茎が一番太いのは、この中央のですね、右側のはまだ本の子苗で、左側はまとまりはいいんですがね。苗としてはこの中央のものの方がたくましいことはたくましいんですね。ただこれだと一番新しい葉っぱ葉の傭兵に近い方で、おそらくこの辺でカットしないと梱包が難しいですね。まあでもこちらにしても細い方にしても、まあ、この辺の傭兵をカットしないと縦長の段ボール箱に収まりませんね。で、ここでカットすると右の苗と、そうですね、10センチちょっとぐらいしか高さは違わないでしょうね。だったらこちらの太い苗の方が持ってもらう場合にはいいだろうと思いますね。主脈、中肋は際立った紅紫というんですかね。後ろから見てみましょう。まあこんな感じで、後ろから見てもこの中肋、葉脈は際立った紅色ですね。と、葉柄、葉梢部もこのような感じの色です。さて、やっぱりこの中央のを掘り上げることにしましょう。3本立ちになっていたマイソールの2本を一緒に掘り上げました。というのは、この小さい方がこちらの大きい方に密着していたものですから、一緒に掘り上げてから切り離す方が無難だったんですね。ここにも一本小株が出始めていて、こちらの苗を掘った時にこの辺にですね、もう一本水芽が出てるんですよ。
土をかぶせておいたんですが、まあこれは小さいですから、こちらはどこかに植えるかポット植えにでもしておいて、こちら、これはここに水芽が出ていますね。こちらのマイソールは北小苗一本とセットで出品する予定なんですね。幼少傭兵、そして養心の中禄主脈が赤っぽくて似ているので、まあセットにして出して、まあ、入手された方が比較的近くにでもいずれ地植えしておけば比較観察するのにも好都合ですし、もし収穫、どちらもですね、収穫できるようなことがあれば味覚の比較もできるんじゃないかと思うんですね。まあ例えば花皮が白銀っぽくなるものとか、幼少、幼兵、そして養心の主脈、あるいは中禄とも言いますが、が一種独特の赤みを帯びているというようなものを形態的特徴としてどう関係あるのか、あるいはないのかなどを見比べるには、まあ、例えば地植えでしたら地際で2メートルぐらいの間隔、本州でしたらね、1.5 メートルから2メートルぐらいの間隔で植えておけば比較観察するのに大変便利ですね。これはちょっと花茎が長いので北小とセットにして同根発送する場合には花茎を少し切んないといけないかもしれませんがね。